函館に向かって今戻っています。また横断してるという感じで、左から右に今日からまた2泊してホテルで競馬予想をして、なんとかね函館で帯100万円獲得するためにね、今週はより一層気合い入れて予想していきたいと思います。北海道のあといいところはね、なんか駐車帯っていうね、今ちょうどこの P マーク、まあ、パーキングエリアではないんでね、まあ、トイレとかはないんですけど、まあ、ここでゆっくり車止めて休憩することができると。あの P の横にね、写真マークとかあると、そこはフォトスポットだよってま教えてくれるんで、まあ、そこで記念写真を撮るっていうのが、なんかこの北海道ドライブの楽しみ方。ホテル着いたんですが、FF ヒーターをつけていきたいと思います。月に1回は30分から1時間程度つけないと故障の原因になるらしいんで、暖かい空気が出ます。ちなみに今 32.6 度、一体この室内は何度になってしまうのか、一応 FF ヒーターの威力をね見ておこうと思います。34.2 度、なのであんまり変わってないかな。そもそもが暑すぎて、もはや FF ヒーターの意味がメンテナンスということで終わったんで消しておきます。まだこんな時間なんですけど、ご飯食べようと思います。今日もみんな大好きセイコーマート、グラタン400円、こんだけねトマト入って、あとドレッシングがついてるっていうところね、強調材料。もう賞味期限あと2時間や、急ぎましょう。これをね温めていきます。いただきます。週3ぐらいですよ。包み込まれますね。個別いい布団ではないんでしょうけど、マズロー、安心安全で、セミの音とか暑くて起こされるとかっていうことが絶対ないっていう。ほんまにこの夏の車中泊は4時半からセミが鳴くし、じゃあマズローにおやすみ。今車の中見に来たんですが、41度です。やっぱ直射日光の元に車を置いておくとえぐい温度になってます。いや、この中で車中泊してたらちょっと倒れてますね。おはようございます。今日も元気にセコ活してきました。もう毎日セイコーマート生活みたいな。簡単に朝ごはん買ってきました。今日のね朝ごはん、メロンも食べたいと思います。道の駅ね、アッサブで泊まった時に買ってきたんですけど、なんとね、メロンが200円で、で、まあサイズ感的にもね、一人でちょうどいいサイズなんで、で、車からまな板持ってきました。お、意外と柔らかいぞ。え、すげえ、普通にメロンやん。これ200円でいいんすか？道の駅アッサブね、結構良かったですよ。なんかすぐ隣がね、森なんで、なんかクワガタとかも売ってて、クワガタも300円で売ってたんですよ。うまっ。赤肉メロン。今宵は宴です。もう函館最終週と、もう次いつね味わえるわかりませんから、もうふんだんにもう贅沢してきました。焼き鳥ね目の前で焼いてくれるという、熱々出来たてです。素晴らしいツヤです。手羽先揚げ、
で、なんといってもこちら、もうパンパンのね、米、入れ放題っていうね。この年になってもなんか、放題っていう言葉にはね、弱いですね。いやー、もう最後の晩餐ですよ。で、大好きなね、北海道のガラナ。楽しみ。いやー、最高だな。こんな好きなもんだけ。焼き鳥。これが名物のね、ハセストの。なんか今までずっと焼き鳥は塩派だったんですけど、なんかハセストのタレうまいってことに気づきました。いやー、やばい。いやー、もうお腹が空いてきた。こう一本ずつね、好きなやつをオーダーできるっていうのはいいですね。手羽先挟みましょう。今週ってね、函館最後なんで、いい思い出になるように慣れ親しんだ二段ベッドもおさらばです。いや、いいホテルだったな。意外とね、下でしか寝ないんで、ほぼあれですけど、まあ上にね、荷物とか置けるんで、軽キャンでいうとこのポップアップみたいな、バンクベッドみたいな。いや、机周りもね、結構良かったんで、この椅子とね、机の大きさ、テレワークプランみたいなのもあるんですけど、まあ、そういうホテルはぜひね、なんかこの椅子とね、机、そして Wi-Fi の強度っていうのをね、乗っけていただけるとね、ホテルも選びやすいなと思いました。オリンピックとかね、4年に1回しか結果、ね、出るまで長いですけど、もう競馬は数時間で出ますから。いや、函館楽しかった。いや、あとは競馬の結果が出れば最高なんだけどな。今週もおやすみなさい。うん、今日もいい天気。場所へ向かいます。そのダンマスク、うもっ。今日は競馬場の駐車場に停めます。これだけでも1000円取られるんで、1000円負けスタートです。はい、もうすっかりね、ルーティーンになりましたけど、セブンのモーニングコーヒー、セブンでおろしたモーニングキャッシュ。風の雨が降るぞー。ただの紙くずの化けになるのか、またまた帯になるのかにしても、マジで暑い、やばい。シェードをね、貼っていこうと思います。もうインディーチャンプ号がもう消失してしまうんで。函館競馬終わって帰ってきました。目標であったね、帯チャレ、まあ、ちゃんと封筒はあるんですよ。帯に定名がね入ってるのを全10条競馬場集めようということでね、函館まで来たんですけど、なんとですね、衝撃の事実が、定名が帯になんか入らなくなっちゃったそうです。昔は入ってたんですけど、なんか今はもう全国的に入んなくなっちゃいましたって職員さんに言われて、あ、全国回られてるんですかって言われて、あ、それをしに函館まで来ました、それはなんかすいませんみたいな、大変でしたねみたいな。ほんまやで、馬券的にはね、頑張ったんですよ。何の勲章もないです。だってお金働けば手に入れられますけど、もう帯はもう馬券当てないと手に入らないんですよ。そのね、栄光が欲しくてここまで来たんですけど、明日から生きる目的ないですからね。もう明日は競馬場行きません。もう函館もう中止中止ってなわけで、マジで明日からどうしようっていう、まあ函館競馬が終わるんで、まあ来週から札幌になるんで、ちょっと移動もありますんで、とりあえず競馬場出ます。結局ですね、苫小牧の方に、まあ、向かっておりますね。大きい道に来たんですけど、もうナビがですね、99キロ先右方向みたいな、もうナビの意味みたいな、もうこれがなんか北海道あるあるですね。さよなら函館、ありがとう、ありがとう、どうもよ、さらば函館。疲れました。もう3時間ぐらいぶっ続けで、なんか競馬のアドレナリンでね、結構集中はできてるんですけど、いかんせやっぱね、ちょっと喉が、まあ言うたら3時間一人カラオケ状態なわけですよ。テンション上げてね、歌いっぱなしで。浜田翔吾さんですよ。もう永遠にもう J-Boy ハイスクウォーみたいな感じで、まあ一人で歌ってるわけなんで、ちょっとね、喉が結構痛いです。温泉とかお風呂空いてるとこ探して、今から移動していこうと思います。いや、助かる。11時半まで空いてくれてます。道の駅室蘭に向かっています。完全に疲れてるんで、コンビニ飯です。なんか海の近くすぎて風がなんか強くて、ポップアップは閉めた方が
良さそうですね。5時間ぐらい運転したのただなんか初めて。風がね、もうポップアップね、ちょっと壊れそうなんで、急いで閉じましたけど、明日はまたちょっと苫小牧にまで行って馬券を買いに行こうかなと思ってます。おやすみなさい。海がすぐ近くにあるし、この風力発電も回ってますよ、ね、風がやっぱ強いんで、かなり夜は車が揺れました。ちょっとね、風の強さっていうのもね、宿泊スポットっていうのは意外と考えた方がいいかもしれないです。今ね、洗濯物整理してた、競馬感しかない。これ多分ね、その年のその日のレースのやつなんですよ。第75回日本ダービー2008年。だから見に行ってるってことなんですよね、これがあるってことは。多分ディープスカイ C ヒロフミが多分勝った年ですね。2011年か、宝塚記念。あ、これ多分ね、アーネストリーで2着がなんかブエナビスタ東京優駿、まあ日本ダービー。これはね、もう三冠馬出ましたよ、オルフェイブルです。これ天皇賞159回。2019年、最近じゃん。2年前の天皇賞フィエールマンでしょうね。多分フィエールマンが2連覇ぐらいしてるから、まあそのうちのどっちかでしょ多分。合ってるかな。これむずいな。これな、 G3 じゃん。だって中京記念、2017の中京記念、これむずすぎだろ難易度。なんかね、本命にしたのはムーンクレストだったのは覚えてるんですよ。なんか全然思い出せないわ。いやこれは無理。ウィンガニオンか。あいにくの曇り空ですが、いや室蘭すごかった。キャンピングカーめっちゃ止まってた。なんか今まで止まった車中泊スポットで一番なんか密だったっていうぐらいすごい人気のスポットでした。競馬の前のセブン率の高さたるや。軽く朝ごはん食べて向かいます。こちら車大グループの白老ファームになります。たまたま通って白老ファームがありました。ラウダシオンとかタイムフライヤー、そしてスワーバーラビスとかね。今日はエルムステークスね、僕スワーバーラビス本命なんで、なんかすごい運命を感じます。アイバ苫小牧に到着しました。このメガドンキの建物の中に入ってるとちょっと変わった形ですよね。馬券場の視察行っていきたいと思います。馬券いろいろ買ってきました。買うだけ買って、あとはここでゆっくり見ようと。あの家庭教師のトライがあって、でなんかバッティングセンターがあって、でこの馬券場があると。なんかもう人間の進化の過程みたいな。まあでもね、家庭教師のトライといえばですよ、もう平田治さんかな、取締役のはね、もう馬主さんですから。ウィンドライジスとかね、まあ一番印象的だったのは僕の太陽、 AKB48 の曲名でね。当時家庭教師のトライはね、 CM にね AKB のメンバー採用してたんですよね。でその時に僕の太陽っていう曲名をね、まあ多分場面にしたんじゃないのかなって、まあ僕は勝手に推測してるんですけど、まあ超どうでもいい豆知識ですね。たまたま見て思い出しました。じゃあね、ちょっとレース観戦していこうと思います。キラキラ公園というところに来ました。フェリーのね、出発ターミナルにもなっています。今日はここで宿泊したいと思います。今日のね、夜ご飯もセイコーマートで、もう移動疲れですね。とりあえずいただきます。いやもう完全に撮影度外視で、リアルな車中生活っていう。今日実はね、馬券場のね下に
山田電機があったんで、ちょっと寄ってみたら、あ、意外とええやんと思って買ってみました。モバイルモニターをね、ちょっと入れるのに使おうかなと。これがね、2400円ぐらいしました、サイズ的に。はい、これが、15.6 インチのモニターです。全然余裕。今日はモニターのコードですね。あとこれもね、ちょっとマウスもでかいんで、まあ、こっちに入れようかな。ハードディスク、タブレットもね使ってるんで、これもね、まあ、機材系はこれ一つ。はい、北海道移住生活丸3週間が経ちました、まあ、この生活中でね、このキャンピングカーとホテル2つだけで、ね、生活して いけるんじゃないかという検証を兼ねているんですけど、まあそのね出費を毎週記録しています。この1週間の出費はですね、まあ、ホテル宿泊費が6600円、まあ、2泊で、ね、6600円、だいぶ安いです。食費がまあ大体1万4000ちょっと、一番高くても1000円ちょっと、まあラーメンが一番高いぐらいだったんで、まあそんなにね良かったですよ。ラーメンが趣味であお寿司とかステーキだったら結構な、焼肉とかね行ってますから、まあラーメンはやっぱコスパ最高っす。で生活費が、2000円ぐらい、洗濯とかお風呂とかで、交通費、まあ、駐車場とガソリン、まあこれが大体6000円ぐらい、まあやっぱガソリンをねフルに入れたんで、まあ5000円ぐらい使いました。収納グッズで2400円ぐらい使って、1週間で3万1314円今週は使いました。なのでやっぱ毎週3万円台なんで、やっぱ週3万ぐらいっぽいですね。なので本当に月12万の年間144万ぐらいの出費で、このキャンピングカーとホテル、まあホテルがねちょっとだいぶこれ安いっていうのもあるんで、函館のホテルはとりあえず安いってことが分かりました。まあこの後にいろんな地域行くことによってホテルの金額っていうのもだいぶ変わると思うんで、注目したいと思います。まあ毎週ね馬券の収支もやってたんですけど、オビチャレをね目標にやってたんですけど、競馬場の名前がね昔は入ってたんで、それを集めていくっていう企画だったんですけど、それがね入らないっていうことが判明してですね、かなりモチベーション下がってですね、ちょっと馬券の収支はちょっと一旦お休みします。僕が欲しかったのはお金じゃないんや、勲章が欲しかったんや。ちょっと来週からは、競馬がね函館から札幌に競馬場が変わるんで、札幌に僕もね移動して、札幌で次は滞在しようかなと思います。やっぱちょっと物価がね札幌の方がどうしても高そうなんで、ちょっとそこだけ出費が上がるかなっていう気は今からしてます。まあ今週も1週間お疲れ様でした、ね、じゃあ寝る準備して来週1週間楽しもうと思います。完全になかったことみたいになっちゃってるんですけど、実はまだ帯があるんですよね。せっかくなんでね、今日はこれを抱きしめて寝ようかなと思います。枕の下、いや違う、やっぱ枕の中とかに入れて、なんだろう、あ、透けてる透けてる、ゆきちを抱いて寝ます。クソですね。おやすみなさい、一緒に寝ようね、ゆっちゃん。